こんにちは、まあです。グラ様やっていきたいと思います。今日はですね、なんとですね、いやー本当に、いやーもう何のことだよって感じなんですけど、今3月13日の火曜日に動画撮ってて、今日中にこの動画出せればなと思ってるんですけど、本当はもう昨日もうしたくてしたくてうずうずしてたんですけど、今日この動画を撮るために我慢してきました。でそのしたかったことっていうのがですね、はい、こちらです。ついにレグルスの装備が、装備じゃないね、素材集まりました。本当に嬉しい。で昨日そなんだっけな、巨大ボス、これかな、この巨大ボスが来てて、あと2個足りなかったんですよ。で上級クリアするミッション私やってなかったみたいで、それでまず1個ゲットして、もう1個はやっぱ覚醒級行かなきゃできないけど、私鍵が2個しか持ってなくて、もうどうしようと思った結果、マルチあのエストちゃんで無理やり参加させてもらって1個手に入れました。いや本当に嬉しい。やっと来ましたよ、レグルスさんが。いやー、はい、なのでね、タイトルにもあるかと思うんですけども、ついに覚醒したいと思います。いきます。はい。おー、なんかレグルスがちっちゃく見えるね。そう、小ぶりになった。やったー。うわー、あ、これね、あのなんか出てきたんでつけました。やったー、レベリングしなきゃね。はい。なんで次の目標はとりあえずフェンかなと、これだね、思ってます。でフェンの次どうしようかなと思ったんですけど、やっぱね、私メリアちゃんさせたいなと思って、うん、なんかやっぱりなんだかんだ、なんでしょう、エストちゃんみたいにこう物理攻撃ゴリゴリだと効かない敵とかは、やっぱメリアちゃんみたいに、なんでしょう、魔法攻撃っていうのかな、がやっぱ通る敵が結構いるので、結構メリアちゃんもいいなと思って、なのでまあフェンかメリア、どっちかかな、できるようになった方からでいいんだけど、どっちかかなって次は思います。あれどこ行った、私のレグルス、いた。いやー嬉しいな。レベリングは後でしときます。で今日もう一個やりたいことは、多分タイトルにもあるんですけど、どうして驚かないように、ね、こちらですよ。散々皆さんに教えていただいた新武器、モチーフ武器、これのね、これだね、シン・ネメスクロウ、合ってるよね、ネメスクロウでね。ちょっと待ってね、あの皆さんのちょっとコメント見直すので、ちょっと待ってください。ネメスクロウだよね、いいんだよね、よしよし、いいんだいいんだ、ネメスこれしかないよね、うん、合ってる合ってる合ってる、よし、これネメスクロウ交換したいと思います。よいしょ。いやー、あ、2個も交換できる、1個でいいけど、いい、いい、いくよ。はい。おー、ネメスクロウ、どこ行った、え、なにこれ、
なんかお気に入りマークついてるよ。またバグか？これは。もしかして。ああ、これバグじゃない？きっと。ね、ロックだけしてるのに。まあいいや。ネーメス。あれ、私のネメス。あれ？ネメス。あ、いたうわーい。おお、かっこいいですね。竜族キラー。これか、自然上昇ロック。オッケー、早速レグルスさんにつけましょうか。ここだね、限界突破済みなので。ネーメス、これだ。うわーい、やったー。私もこれで中級者ぐらいの仲間入りできたかな。やったやったー。ちょっと待って、入れ替え、こうしたら私が出ましょう。おお、いいですね。いや、ほんとレグルス小ぶりになった。いや、かっこいいな。はい、ということでですね、無事レグルスさん覚醒しました。ありがとうございます。はい、ということで、レグルスを覚醒して、新武器、初めての新武器ですね、ネメスクロウ買いました、交換しました。はい、今後このね、グラ様ライフがよりなんか楽しいものになるんじゃないかとワクワクしております。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。